はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー内間でございます。今回は公認心理師試験対策講座オンライン過去問アレンジ問題、ムズムザ足症候群は鉄欠乏性貧血患者に多い、他全10問というテーマで、10問ほど問題を出題したいと思います。こちら弊社のアットセカンダリーアンダーバー JP、もしくはアット公認ウェブというツイッターアカウントなどで出題させていただいた問題です。こちらの答え合わせをしていきましょう。実際の試験に出題された内容を、丸×問題、正誤問題にアレンジさせていただきました。この公認心理師試験対策講座オンラインというシリーズの動画の URL リンク一覧は本動画の説明欄、概要欄にございますので、ぜひチェックしてみてください。では参りましょう。問1、ムズムズ足症候群は鉄欠乏性貧血患者に多い。丸か×かの2択でございます。はい、いかがでしょうか。そうですね、こちら正答は、後でまとめてお話ししたいと思います。では次行きましょう。問2、痙攣はアルコール依存症の